美濃大外しは、静ヶ岳の戦いの際に、橋場秀吉が、美濃国王垣から、大見国旗のもとまでの十三里の道のりを五時間で、駆け抜けた大掛かりな軍団移動のことを言う。天正十一年四月二十日、橋場秀吉は、岐阜城の織田信鷹を倒すために、美濃にいた。しかし、大雨で長良川と伊比川が増水したのが原因で、その川に囲まれている。 岐阜城を攻められず、大垣に止まっていた。その時、秀吉が築城し、中川清秀が守っていた大岩山歳が、敵将の佐久間森正によって陥落したという情報が、届いたのである。なおこの時清秀は戦死している。秀吉はこの方を受けた時、清秀を哀悼しながらも、柴田勢は焼中にあり、天下の死友が決まる時だと考えたようである。 後期到来と考えた秀吉は、静ヶ岳へと通じる村々に、焚き出しと松明の用意を命じ、午後2時頃大垣を立って、午後7時頃には現地に到着した。秀吉軍の追撃はよく未明より開始された。大垣と木の元間の綿密な連絡網からしても、予定されていた一気かければ当たり的な作戦では、なかった。これが秀吉の勝因と言える。一方、 取り出を落としたらすぐに退けという大将柴田勝家への命令を破り大岩山にの熟していた森政は、秀吉が木の元に迫っているとの情報に驚き、浮き足だったところに、秀吉によって追撃がなされ、総崩れとなり、柴田全軍の撤退につながった。佐久間森政は、秀吉軍が戻ってくることを知っていたが、その行軍の速さを驚いたという。さらに、 越前府中にあった、勝家頼りの前田敏家が戦線を離脱、後に、秀吉軍の戦法となって、柴田勝家本拠の北の少女を4月24日に、落城させた。柴田勝家は落城の際に妻、お市の方と共に自害し、娘3人は逃がされた。ありがとうございます。